大梅院は長野県飯田市にある総当州の寺院。正名は青松山大梅院。1582年島田村に創建された。武田信玄と正室三条の方との間に生まれた大梅院美目の菩提寺として建立されたとも伝えられる。現在地への移転は飯田城主、脇坂氏の命であるとも、脇坂氏以前の京国氏の命であるとも言われる。 元禄年間に大場園火事により、本堂と栗を消失している。なおこの火事は、当時の三大火事に数えられている。またかつては、大場園荘という桑の木があり、蚕の生育祈願のため、金剛から多くの養蚕農家が訪れた。本堂と山門があり、本堂などには、飯田城主、堀家の家門である、梅鉢の衣装が見られる。なお、 古い絵地図によると、江戸町通り側に山道があったことがわかる。山和脇に樹高約18メートル、三木周5.5メートル、推定樹齢400年と言われるしだれ桜がある。花の色が濃い紅れない悲願であり、開花時の色が鮮やかで、樹形も素晴らしい。雨が降ると花色は白くなり、小手まりにも似るという。 松川と野底川に挟まれた飯田市中心部には10以上の寺院があり、その境内には桜の老木が多いとされる。大梅委員のしだれ桜は、三田の48岩の一本と言われる。三田の48岩とは、飯田城主であった脇坂安政が、その兄二人の母提を弔うために、漢文年間に城下48箇所に植えたとされる桜で、 市内に現存する事例350年前後の桜は、この一部とみられる。この桜は2000年11月22日、飯田市の天然記念物に指定された。例年飯田市ホームページ、桜作にて、開花情報が発表される。施事機会8月3日。ありがとうございます。